神様な,なあ日常は、三浦志音による日本の青春小説。本当も似て2007年7月号から2008年7月号まで連載され、過筆修正の後、2009年に徳間書店より刊行された。本屋大賞で第4位。2012年に続編、神様な,なあやわが刊行され、発行部数はシリーズ累計で35万部を超える。2010年に、 NHKFM 放送、青春アドベンチャーで、ラジオドラマ化、2014年に、ウッドジョブ、神木ナーナー日常のタイトルで、染谷翔太主演で映画化された。また、2014年9月12日から14日に、かけて、アメリカ合衆国、ロサンゼルスで開催された、LA エインゲイフィスト2013では、招待作品として上映された。高校卒業後の進路を決めていなかった。 平野祐樹は卒業式終了後に担任から就職先を決めておいたと言われ、母親からは恥ずかしいボエムを暴露すると半ば脅される形で家を。列車を乗り継いで着いた先は見渡す限り山が続く携帯の電波も届かない中、祐樹が就職することになったのは中村林業株式会社。山仕事に関しては天才的な才能を持つ飯田良樹の家に居候。 しながら、ベテラン社員について現場に出た勇気を待っていたのは、広大な山の手入れ。過酷な山仕事に何度も逃げ出そうと試みるもあえなく、失敗、昼やダニとの戦い、花粉症発症など、辛いことはたくさんあれど、それらを凌駕する雄大な自然に勇気は、次第に魅了されてゆく。さらに勇気は、神様、小学校の美人教師、直樹に、高望みの恋心を抱き、 玉砕しても諦めずに思い続ける。そして、神さん村で48年に一度行われる神事、大山積みに勇気も参加することになる。2010年9月20日から9月24日、及び9月27日から10月1日まで、NHKFM 放送、青春アドベンチャーで、全10話が放送された。ウッドジョブ、ミキナーナー日常のタイトルで、二千十四年五月十日。 公開された。キャッチコピーは少年よ、大木追いだけ。主演は、染谷翔太、監督は、矢口忍で、矢口にとって初となる原作付きの作品。撮影は、三重県の山間部を中心にオールロケで、約1ヶ月半かけて行われた。全国310スクリーンで公開され、全国映画動員ランキングでは、初登場6位。 公開初週土日2日間の成績は、動員8万1862人、公衆1億700万2400円。8割を占める20から50代の客層のうち、63対37の割合で男性が多く、また会社員が多く鑑賞している。ピアによる5月9日10日、公開初日映画の満足度調査ではトップを獲得した。九月十二日から十四日にかけて、 ハリウッドで開催される映画祭 LA エインゲイフィスト t 2 0 1 4で9月13日に公式上映された映画ウッドジョブ神木ナーナー日常のロケで直樹の家に使われた場所映画ウッドジョブ神木ナーナー日常のロケでよきの家に使われた場所2019年9月12日にオーディオブック配信サービス AUDIOBOOK.JP から 配信開始された、ウッドジョブ、神木ナーー日常に関するカテゴリー、ありがとうございます。